こんばんは、サブリブラジオです。今日はですね、2003年の11月1日に起こった河内長野市家族殺傷事件という事件についてお話します。この事件はですね、当時18歳の大学生の男、少年ですね、とその彼女だった高校1年生の少女、16歳の少女がお互いの家族をですね、2人で殺害して、その後、2人で、心中しよう、2人で自殺しようという、そういう計画をして、結果的にこの大学生の、家族、お母さんが、刃物で刺し殺されて、でお父さんと弟も、重傷を負うという、そういう、殺傷事件なんですね。ね、この事件ですね、その、要はその幼いカップルがですね、なぜ互いの家族を殺そうとしたのかと、いうようなことが当時話題になりまして、でまた2人はですね、このゴスロリファッション、ゴシックロリータ、ちょっとビジュアル系、ある意味ビジュアル系みたいな、こうなんかこう暗めの服で、この目元にちょっとなんか黒いみたいな、こう化粧もちょっとしちゃうみたいな。そんなファッションが好きやったというのと、あとは自傷行為ですね、このリストカットとか、そういったものを、お互い、やっているというような、それを趣味って言っていいのかどうか分かんないですけど、そういう側面があったと。でその2人が惹かれ合って付き合って、その互いの家族を殺そうというふうになってしまったという、そんな事件ですね。でもう一つ言われているのがですね、言われているのが、この事件は2003年の11月1日に起こった事件なんです。これなんですけど、この事件はいわゆるハロウィンの事件と言ってもいいんじゃないかなと思います。この11月1日の2時に起こっているんですけど、午前2時ですよね。その2時間前は、10月31日もハロウィンやったということで、実はハロウィンにはいろんな事件が起こっているんですけども、そのうちの一つであったと、いうことです。でもう一つですね、この事件の最大の特徴と言われているのが、この少女、この少女はですね、結局誰も殺してないんです。この家族を殺すために、刃物を用意してたとか、いわゆるその殺人予備容器とか、もう一つはこの彼氏側がやった殺人事件を一緒に計画してたので、共同正犯、その共犯やと、いうことにはなったんですけれども、この彼女がホームページをやってましてですね、そこに自分の赤裸々な感情とか思いとか、その自傷行為した時の写真とかですね、そういうのをバンバン載せてたと。これも後にですね、マスコミに取り上げられて、話題になったという、そういう事件です。でちなみにこの事件はですね、今回これツイッターでリクエストいただきました。いつもありがとうございます。なんで今日はちょっとどっからお話していきましょうかね。ポイントとしてはこの事件自体と、このゴスロリカップル、自傷行為をお互いにするようなカップルの事件であったということと、ハロウィンの事件であったというのと、彼女のホームページですね。この辺の話になるんですが、まずはそしたら事件が実際どのようにして起こったのかというのを見ていきましょう。この2人はですね、これ2003年の9月ぐらいからお付き合いを始めました。でお互いに惹かれ合ってですね、こう結婚の約束ぐらいもしてたそうです。で彼氏は、大阪の大阪芸大、これ確か近鉄南大阪線の岸駅の方にある駅ですよね。いろんなアーティストとか俳優を生み出してる芸大なんですけど、やばい T シャツ屋さんとかも最近ではそうですよね。あれ芸大ですよね。昔々あったら、それこそエヴァンゲリオンの庵野監督とか、あの辺もそうです。オタクキング の岡田斗司夫とかも確か芸大やったんちゃうかなと思いますけど、結構そうそうたるメンバーですよね。あとあれですよね、劇団新幹線とかもあれ芸大卒なんですよね。そんな芸大に通ってました、彼氏の方は。で彼女の方は大阪市内の進学校で通っていて、共学のところって言ってたんで、おそらくですけど天王寺高校とかそんなところじゃないかなと思うんですけど、そこにそこかどうかはっきりしないです。僕これは僕の憶測なんですけど、共学の進学校、市内にある進学校に通ってたと。でこの2人はその9月に付き合ってですね、で
10月くらいからお互いの家族を殺そうみたいな話になって、10月の31日の深夜、日が11月1日に変わった頃にですね、まあ、まずはこの18歳の少年が、まあ、自分家のお母さんの背後からですね、まあ、刃物でお母さんを突き刺して、でさらに倒れたお母さんに乗りかかって首を何度も刺すと、まあ、いうことをしてお母さんを殺害しました。でさらに弟の部屋に行ってですね、まあ、ベッドで寝てて布団かぶって寝てた弟に、まあ、布団の上から差し掛かるようなことをしてですね、で弟が兄ちゃん何すんねんやめろやってまあ叫んだんですね。でその声を聞きつけてお父さんがどないしたんやっていうのをやってきます。でお父さんにもまあ切りつけるんです。お父さんお腹とか切られてるんですけども、お父さんはなんとかですね、お前やめろって言ってまあこう少年をこう部屋からこう追い出すとか蹴り出すようなことをしました。でさすぐにこの部屋のドアを閉めてですね、内鍵をしてですね、もう少年が入ってこれなくしました。ですぐ警察に電話しました。これ電話したのが日が変わって11月1日の午前2時ぐらいって言われてます。警察に息子がいきなり切りつけてきたんですと。で、もう一人の息子次男の方がえらい出血してます、自分も刺されました、すぐに来てくださいというような通報をします。で一方この刺した側の少年はですね、このお父さんの車で、まあ、逃げてですね、もともと約束していた少女を迎えに行きます。で16歳の少女と合流してですね、で本来の計画であれば少女側の家族、これがまた4人ぐらいおったはずなんですけど、もう殺害する計画やったんですが、まあちょっとそれはうまいこといかんなと。で2人で逃げるしかない、じゃあちょっと金取りに行こう、じゃあ一回家戻ろうかというので、まあ、お母さんを殺害してお父さんと弟を切りつけた家に戻ろうとしたところ、まあ、緊急配備されていた警察に、まあ、ちょっと止まりなさい、君たちちょっと何してるんだ、話聞かせなさいというので、まあ、保護された、まあ、逮捕されたと、まあ、いうことです。でさっきこの少年少女のがどうなったかというとこだけ言っちゃうとですね、この2人ともですね、まあ、この精神鑑定されて、まあ、責任能力はあると、でもまあ一つ精神疾患は、一つというか精神疾患は抱えていると。だからまあ医療少年院で、まあ、治療をしながら、まあ、矯正しましょうねと、まあ、いうことになって医療少年院に入れられました。で少女はですね、さっきも言いましたけど、まあ、誰かを傷つけたわけではないんですけれども、もともと2人でこの殺害計画をまあ準備したというようなこともあって、まあ、いわゆる共犯、共同正犯が認められて、まあ、2人ともまあこの医療少年に入っていったということです。まあ、ですがこれ2003年のことなんで、もうすでに2人とも少年院は出てるというふうに考えられます。彼氏の方がまあ存命生きていたら、30代後半、38ぐらいで、彼女の方は35、6ぐらいになっているというふうに考えられます。でこの、まあ、2人ですね、もともとですね、実はその両方のお母さんがその仲良くて、もともと幼なじみだったんですよね。まあ、お母さん同士が仲良かったんで、その赤ちゃんの頃からまあ行き来してたんです。でお互いの存在を知ってた。まあ、ですが付き合ったのが2003年の9月からだったと、まあ、そういうことです。でもともとこれ男の方はですね、まあ、とっても真面目でずっと剣道なんかをやってました。で、まあ、頭も良くてです、成績も良くてですね、ちょっとマスコミ志望ということで大阪芸大に進んだと。で高校3年生ぐらいからですね、まあ、ちょっとこのビジュアル系というか、このゴシック系とかいうかですね、まあ、ちょっとこう暗めの、まあ、こう趣味にハマっていってですね、その頃からちょっと自分で手首を傷つけて、それを友達に見せたりとか、で俺やったら誰かを殺しても完全犯罪ができると、まあ、いうようなことを言ったりするようになったということです。で一方この彼女の方ですね、彼女は両親が先生やったということで、
これ彼氏の方は河内長野に住んでたんですけども、彼女の方はおそらく南河内郡ということなんで、南河内郡の新興住宅地って言ってたんで、大使とかそっちの方じゃないかなと、これ僕の想像ですけど思われるんですが、まあ、そこで暮らしててですね、で、まあ、市内の共学の進学校に行ってた、まあ、おそらく天王寺かなというところに行ってたと。で、彼女は中学校2年生の時にいじめを受けてですね、まあ、それを苦にしたのかどうかは分からないんですけど、自殺未遂を図ってます、サンポールとハイターを混ぜたものを飲んだみたいなことをホームページに書いてますし、まあ、その時に自傷行為も行ったっていうようなことも自分のホームページに書いてます、まあ、カッターで手首を激しく傷つけたと。で、そこからですね、まあ、そういう行為をまあ繰り返したりとか、まあ、大体2週間に1回ぐらいなんかこう体を傷つけたりしてたっていうのことを自分のホームページに書いたりしてます。で、まあ、そういう趣味がある2人が再び再会して付き合うようになって、まあ、お互いの趣味を高め合いながらもこうお互いへのこう愛情をこう深めていったと。おそらくまあそういうことなんかなと。で、まあ、だからってね、お互いの家族を殺すみたいな、その7人を殺すみたいな、まあ、そういう計画になるっていうのはちょっとなかなか理解しづらいですよね。なのでちょっとそういうのをですね、この彼女の側のホームページからですね、まあ、どういうその心境なのかっていうのをちょっと測っていきたいなというふうにちょっと思うんですけど、まあその前にか、その前に、まあ、さっき結論ですね、僕の結論さっき言っちゃいますと、これは多分当時こう自分を傷つける行為、このリストカットとかそういうのがちょっと一部で流行っていて、で、まあ、そういうのが何て言うんですかね、ちょっと文化としてですね、この、まあ、例えばこの大量殺人犯のことをこうなんかこう尊敬するみたいな人とか、なんかそういう人っていうのはやっぱこう一部にはこう今でも居続けるというか、まあ、そういうところがあって、まあ、たまたまその2人がこうくっついてしまったことが、まあ、こういう悲劇につながったのかなというふうには思ってるんですね。例えば今でも続いてるっていうのはどういうことかというと、当時はゴスロリとか、まあ、このビジュアル系の中でもきつめのなんかこうメッセージを出すバンドとか、まあ、そんなも人気あったんですけど、まあ、今でもですね、そういう人たちっていうのは例えばメンヘラ系っていうふうに言われたりとか、まあ、ピエン系っていうふうに言われたりとか、まあ、地雷系とかいうふうに言われたりとか、あとは何でしょうね、あのヤンデレ系とか、まあ、そんな風に言われたりする。これ、やんでてデレデレする。ツンツンしてデレデレしてツンデレやけど、やんでてデレデレするからやんでれって言われるんですけど、まあ、これ、やんでれ、ピエン系、地雷系、メンヘラ系、一緒ですよね。こういうのって、まあ、ちょっとファッションともつながってるというか、まあ、この地雷系のメイクとかファッションとか言いますよね。まあ、ああいうのが、まあ、今でもやっぱ、まあ、続いててですね、やっぱり一部ちょっとこの、ちょうどこの思春期に差し掛かる頃はやっぱこう心も不安定なので、まあそういった内容を歌う、まあ歌とともにですね、まあそういうイメージというのがなんかこう一部の少年少女にはすごい受け入れられて、あ、これ私のこと歌ってるとか、あのなんかで、じゃあちょっと切ってみよう、手首を切ってみたらすごいこれで生きてる実感が持てたとか、まあ、そういう風になんかこうなっちゃう人たちっていうのはやっぱりいんのかなと、まあ、いうようなことを思うという話ですね。じゃあこれ実際このホームページをちょっと見ていきましょう、これ16歳の少女がやっていたホームページで、ホームページのタイトルが金井の接吻不女子の喜びというホームページなんですけど、今でもあるんですね。で、まあ、探せば見つけられます。僕でも見つけられました。で、ヒントはですね、探偵ファイルというところから行くとですね、リンクを見つけることができると思います、真っ黒のホームページです。で、そこにですね、こう自分のこと自己紹介ページとか、あとはこの自分の文章を書いたページとか、写真が載せてるとか日記が載ってたりとか、まあ、そんなことがあります。
で、これ注目すべき点はですね、この写真なんですよね。で、これ写真いっぱいあるんですけど、例えば束縛という写真、まあ、写真があってちょっとなんかこう文字があるみたいな、だから多分彼女の中ではこれなんか表現やったと思います。一つ目の写真は束縛という写真で、彼女がですねこれ灰色のセーターを着て、で目隠しをして、で手を両腕を後ろに縛られているような、これ自分の写真です。でそこに、不自由への憧れ、抗えぬ誘惑、自己破壊への扉みたいなことを書いてます。でそれ以外には寄生という写真がありまして、これ彼女の写真に目の部分だけ黒塗りにしてですね、見せてはいけません、汚れた私ならばっていうのを書いてます。でさらに次にはですね、口からですねこれ黄色いなんかこうチーズみたいなものをちょっとなんか吐き出しているような写真で、これ背徳って書いてます。衝動の前ではモラル謎構うに値せず、甘い臓物っていう風に書いてますね。まあなんかこういう写真がいっぱいあります。で次はですね、彼女のね顔が全て出ているのが虚構っていう写真とか接触という写真ですね。これ虚構っていう写真は彼女の写真を黒と赤と青にですね、まあ、色を変えて、全てが偽りであるならば真実はないのですみたいなことを書いてます。で接触という写真はこれなんかプリンを自分で食べる写真を載せて、消費摂取過剰嘔吐みたいなふうに書いてます。でこれまずですね、これ彼女ねかなり綺麗です。いくつかあの自分の顔をそのまま出してる写真があるんですけど、一番似てるなと思ったのが宇多田ヒカルですね。似てるなと思いました。であと井上真央も似てんじゃないかなと思います。あとはね最近の若い俳優さんですけど、森七菜っていう人にも似てんじゃないかなと思いました。舞妓さんちのまかないさんというネットフリックスのドラマの主役をやってる女の子なんですけどね、ちょっと幼い感じので、これ全員に共通する井上真央、宇多田ヒカル、森七菜、あんまりメイクしてないですね。なんでほんまに綺麗で、そのあんま化粧気のないような感じの顔をしてあります。モテたんちゃうかなと思いますね。まあ、ですがですね、その中にですねいきなり自称っていう写真があって、それ手首をバサッと切って、そこから血がブニャブニャブニャって出てるみたいな写真も載っけてます。ほんまに切った写真かどうか分かんないです。ぼかしてるんで、でもまあ明らかにそういうことを表現したんだろうなという写真ですね。でそれ以外もなんかこう血で何か書いてるような、そんな写真なんかもあります。であとはですね、詩が書いてるんですよね。まあ、この詩がねやっぱなかなかのパンチ力のある詩なんですけども、例えばこれ彼女の詩という詩ですね。彼女の詩、これ死ぬの方の詩です。彼女の詩、腹切りうさぎ、腹を切ります、肉を切ります、腹を、あなたの腹を斜めにどうか切らせてください。私は寂しがり屋のうさぎで、あなたの体温が欲しくて、いつもいつもそばに欲しくて、だから温かい内臓にこの私を包んでください。腹を切ります、腹を、あなたの皮膚を、血管をかき分けて心臓を抱かせてください。腹を切ります、腹を、皮膚を、体を、腹を、あなたが欲しいのです、どうか切らせてください。まあ、というような、詩が書かれてます。あと最後ですね、これ犯罪が起こったのが11月1日なんですけど、10月26日に幸福論というものを書いてます。これ結構長いんですけど、まあ、彼女がこのホームページで書いた最後の、文章だということなので、まあ、ちょっと紹介したいなと思ってます。本当の幸せとは何か、人類は未だにその答えすら見つけられずにいるらしく、一体いつから考え続けているのか、悩んで悩んで結局わからないまま散る命も多いはず。幸せという曖昧な感情の根源を探す愚民よ、その定義とは何ぞや。個人レベルの幸せなのか、国家レベルか、地球規模か、一過性のものなのか、継続的なものなのか、物理的問題か、精神的問題か。まあ一つ確かなのは、一過性の幸せという感情は幸せではない、単なる喜びの表現である。喜びイコール幸せでは決してない。
幸せとは完全に心理的なもので物欲だけで満たされるわけはない。一瞬メーターが最大値に上がる程度では幸せとは言えない。長時間の持続が不可欠要素であると思う。そう言ってみたところで、まあね、この世じゃ真の幸せなんて見つからないよ。生きることなんかに精一杯じゃとても無理ね。それを求めてしまう切ない人間よ。進化した大脳皮質を恨むんだね。幸せを確認するためにはたくさん考えて悩まなければ、自己存在、自己存在意義、性の苦しみ、他人偽善愛、自分は認められているのか、何を誰に、誰かを信じることができるのか、どの程度、この偽善にあふれる世で、どの笑顔が信じられるというのか、どの涙が、どの言葉が、どの態度が、薄っぺらいこの世ではとても見つからないであろう幸せという幻想は、でもあるところにはある。まあ、っていうようなことを書いてますね。まあ、へえっていう感じではあるんですけど、まあでもおそらく幸せやったんやなと、この瞬間ですね。この彼氏さんと出会って、なんか結婚の約束もしてたということで。まあでもなんかその幸せがなくなるのが不安というふうに感じたんですかね。なんかそんなことはちょっと感じ取れるんですけど、まあ、それ以上はちょっと僕には感じられないという感じですね。で、最後ですね、一個彼女のことがちょっと分かりやすいみたいなところがですね、Me という書いてる自己紹介の部分です。これ例えばですね、名前はモモジュですと、これモモという字にことぶき、彼女はこのハンドルネームでいろいろホームページを運営していたと。でこれが僕が天王寺高校に通ってたんじゃないかと思う理由の一つでもあるんですけど、まあ、天王寺高校って例えばこの党員会館とかですね、なんか同窓会の会報誌がこう党員というモモという字を使ってるんですよね。でそれはもともと桃谷とか桃山とか、まあ、そういった地名がこの辺天王寺高校のあたりにあったからということなんですけど、まあ、そんなんでもしかしたらこの桃樹という、このホームページの名前を使ったんかなというのはちょっと勝手に思いました。まあこれは僕の勝手な推測ですね。でこのホームページの自己紹介の部分にですね、まあ、当時流行ってたんでしょうね、2003年ぐらい、この100の質問というのがありまして、これ誰々さんへの100の質問みたいな当時流行りましたよね。であれもですね、いくつかこの100の質問とかいうのがあってですね、それに彼女がいろいろ答えてるんですよね。例えばハンドルネームを教えてください、ももじゅですと。生年月日と血液型を教えてください、1987年5月17日生まれの B 型ですと。まあそんな書いてます。初めて自傷行為したのはいつですか、中学校2年生の夏、本格的自殺未遂をした時ですと。初めての自傷行為の感想は、ただ痛かったです。どうしてやってしまったんですか、理由は使った道具はなんとなく死ぬ気だったし、カミソリとカッターで、まあ、みたいなことがいろいろ書いてます。でここバーって見てるとね、彼氏さんとセックスは経験してたんだというようなこととか、その自傷行為をだいたい2週間に1回ぐらいやってたんだとか、まあ切ってたのはだいたい足の静脈だったんだとか、まあ、そんなことは書いてます。であとはですね、親とキムチが嫌いと、まあいうようなことも書いてますね。まあ、それ以外のところはどうなんだろう。あとはやっぱこのディル・アン・グレイというバンドがすごい好きやったんやなというのは書いてます。ディル・アン・グレイさんの話ってしましたっけ、ビジュアル系っぽいバンドなんですけど、まあ、そこからですねいろいろ音楽の雰囲気を変えて、この結構ハードロックとかこのヘビーメタルの雰囲気とか、この、ね、あとデスメタルの雰囲気とかも取り入れたりしてですね、まあ、日本だけじゃなくて世界的に人気のバンドなんですけど、どうしてもこの歌詞がですね、すごくこの痛みとか傷とかですね、まあ、この殺人とかですね、この犯罪とかですね、そういうのをモチーフにした歌詞もすごい多くて、で実際このライブの中ではですね、このボーカルの京さんという方やったかな、がこう自分でこう自分の体を傷つけたりとかですね、血のようなものを体に塗りたくったようなパフォーマンスをしたりもするんですね。でそれで会場がブワーって湧いてるような、YouTube の、映像とかもありましたけど、やっぱこう刺激がもうバキバキにきついんですよね、これやっぱり。
なんかこう女子高生コンクリート詰め殺人事件にオマージュをされたような歌詞を使ってみたりとか、その海外のこの殺人者の、なんかこう事件のオマージュの曲を作ってみたりとかですね、まあ、とにかく刺激的なんですよね。で、まあ、そういったところとかもうやっぱこの彼女と彼氏をすごいこうなんていうんですかね、この思春期の時のこの危うい感じをですね、こう盛り上がらせてですね、こう2人で家族を殺そうというところまで行っちゃったかなというようなことです、まあ、感じきれないんですけど、ああそういうことをやったんかなという理解にはたどりつけたかなというところです。はい、そこまでいかないんですよね、僕の発想では。なんでそこまでいくんでしょうねこの人らは、という感じです。はい、そんなところですね。ハロウィンに関する事件、いろいろあるんです。今まででも、ハロウィンに関する事件をちょっとお話しで今日は終わりたいと思います。一番記憶に新しいとこが昨年ですね、2022年の10月31日、これ韓国ではイテウォンで157人の若者が圧死してしまうという事故がありましたよね。で、2021年2年前ですねの10月31日は、あの東京の電車の中でですね、25歳の男だったかな、がその刃物で乗客を切りつけたりとか、あのジッポーオイルかなを撒いて火をつけるというような、まあ、そんな事件もありました。で、結構昔に遡ると1992年にアメリカのルイジアナ州でですね、まあ、名古屋の方から来てた16歳の日本人の留学生がその射殺されてしまうという事件がありました。これまあハロウィンパーティーにこの少年が行こうとしてたんですけども、人ん家のこの敷地を通って行こうとしたんですよね。で、その時にその家主さんが、お前誰だ、フリーズフリーズって動くなって言ったんですけど、その、フリーズというのがパッと分からなくてですね、動いてしまって ドカンドカンと撃たれた、銃で撃ち殺されてしまったという、まあ、そういう事件もありました。で、海外ではですね、結構このハロウィンでの事件って起こってましてですね、例えばあの、お金に困った お父さんがですね、子どもたちにですね、ハロウィンのお菓子にですね、青酸カリかなんかを入れて子どもたちに保険金をかけといて、まあ、それでまあ殺害するというような事件もありました。で、他にはですね、ハロウィンはあのトリックはトリートって言いますよね。で、トリックがいたずら、トリートがまあなんか取引をしようということなんですけど、確かそんな意味でしたよね。で、このトリックの部分でですね、生卵をなんか投げつけるみたいなこともちょっとやったりするんですけれど、で、これは1998年のニューヨークで、車に生卵を少年たちが投げつけてた。だから車に乗ってる21歳の男性が、お前らちょっとやめてくれよって言った。そうしたら少年たちが持ってた銃でその男性を撃ち殺したという、まあ、そういう事件もありました。で、あとは2010年にですね、これはあのアメリカのオハイオ州であった事件なんですけど、この事件はあのこの河内長野の事件にちょっと似てるんですけども、ウィリアム・リスク・ジュニアという24歳の男がですね、まあ、自分家に侵入して、父親と父親の再婚相手とその再婚相手の連れ子、この3人を 銃で射殺したという、まあ、そういう事件が起こりました。で、これはですね、まあ、かなりこの24歳の男がですね、まあ、精神疾患があったりとかいうことをやったんですけども、まあ、こういう事件も起こっていると、まあ、いうことです。ハロウィンってやっぱりいろいろ事件が起こりやすいんだなと、まあ、いうようなこともちょっと思いました。今日はですね、2003年の11月1日に起こった河内長野家族殺傷事件についてお話をさせていただきました。まあ、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。